FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。メンヘラのための番組と銘打っておりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103アットマーク gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103アットマーク gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、メンヘラジオ第102回の、はい、放送となっております。やったー。はい、もう9月に入りましてですね。はい、はい、もうなんていうのかな、9月も半ばの放送となっておりますけれども、うんうん、もうあと3ヶ月もすれば年末よ。え、年末何する？鍋分からんけど、うん、年末はね、ソーシャルハウスアゴラの利用者さんの一人がね、お寿司を作って持ってくると、元ね、うん、寿司職人だった方がいらっしゃって、はいはい、年末に、お寿司持ってくるから楽しみにしててっておっしゃってはくれたんですけど、まあ無理しないでねとは伝えてるんですけれどもね。それはじゃあ、ほんのり楽しみにしとこう。はい、年末のお寿司パーティーは、12月にはおそらくソーシャルハウスアゴラで行われるかと思いますので、ぜひ皆さん、はい、アゴラにね、遊びに来たらお寿司が、元寿司職人という利用者さんのお寿司が食べられるかもしれないということで、ちょっと PR しておこうかな。はい、ソーシャルハウスアゴラよろしくお願いいたします。はい、はい、ではね、まあ現時点でね、9月さっき半ばと言いましたけれども、うん、はい、まだ9月の、初めです。そう、初旬も初旬、9月3日の火曜日に、収録させていただいてるんですけど、そう、メンヘラジオがお引越し9月になって、あ、そうだね、これはご報告させていただこうかな。これをご報告させていただきたいです、うん、X でもあげたんですけども、はい、9月からメンヘラジオが火曜日になりまして、うん、違う、なんか誤解を生む説明はやめてくれるかな。放送日自体は毎週月曜日の深夜0時半で変わりはないんですけれどもそうだ、収録日がね、そう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 、毎週月曜日に行ってたものが毎週火曜日の19時半、に収録をさせていただいてまして、うん、そうそう、はい、そういうこと、そういうことなので、はい、またちょっとツイキャスを後ほど説明します。今日はよろしくお願いします。よろしく。メンヘラトーク。はい、メンヘラトークのお時間でございます。ツイキャスも来てますよ。はい、いいですか。まあ、ツイキャスの前にですね、先ほどの説明が中途半端になりましたので、続きちょっと話しとこうかな、うん、メンヘラジオ収録日がちょっとお引越しになりましたと、はい、放送日自体は変わりませんと、毎週月曜日、深夜0時半12時半からですね、です24時半って言ったらいいのかな、24時半かな、はい、うん、からの放送は変わらないんですけれども、毎週月曜日に行ってた収録をちょっと健太さんのね、お仕事の都合もございまして、はい、毎週火曜日、うん、9月からですね、毎週火曜日19時半より、お届け収録をねさせていただいて、 そうです、その収録の様子をですね、毎回ツイキャスで生配信もしておりますので、はい、夜遅くまで起きれないよっていう方はですね、うん、毎回起きるのしんどいよって、最高のラジオを聞きたいのに、うん、毎週夜も遅くまで、こんなラジオなかなかないなかなかないから聞きたいんだけどな、そうっていう方はぜひね、火曜日の19時半、うん、
毎週撮ってるとは限らないんだけどね、うんうん、2週に1回だったりもしますんです、するんですけれど、はい、その時はね X で収録の時は X で告知もさせていただきますので、うん、ぜひツイキャスの方もご覧いただければなと思いますので、はいはい、今後ともメンヘラジオよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではツイキャスの方よろしくお願いします。はい、ペーターさん、はい、どーん、おー、ペーターさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ちーさん、ちーさん、はい、時間間違えてた、かっこ笑い。ああ、そう、時間間違えてたっけ、夏美、そうだった。あ、まだ、じゃあややこしい説明をし始めたことは、ね、ややこしい説明をし始めたことは、誠意を持って謝ろうと思っております。はい、でペーターさんは謝らんのかい。あ、うん、ごめんなさい、びっくりした。ペーターさん3ヶ月てんてんてん、暑い暑い、もうすぐに寒い寒いだなって。あ、本当ですね。そうね、でも沖縄意外と12月どんなんかな。12月も暑い暑いだよ、うん、多分夏美さんにとっては、うん、もう年中暑い暑いっていう、うん、多分夏美半袖でいる自信ある。そうそう、寒いがないんだよね、夏美さん、涼しいなんだよね。健太さんだけ寒い寒いしてからさ、うん、そう、涼しいなのよ。お家の中ではずっと夏美さんは半袖半ズボンみたいなところ、なんか小学3年生みたいなさ、うん、スタイルでずっといるけれども、うんうん、だって涼しいんだもん、外で出ても。そうだね、毛糸のモコモコとかさ、うん、憧れるよ、とっても女の子がさ着てさ、可愛いさ、ね、うん、モコモコセーターとかさ、うんうんうん、タイツとかさ、うん、憧れるけどさ、うん、暑いんだよ。汗かいちゃうね、うん、はい、では本日のトークテーマ、はい、いきたいと思います。どうぞ。はい、本日のメンヘラトークトークテーマは学生時代の思い出。はい、ということで、はい、こちらね、普段は僕がトークテーマを主に考えたり、あるいは2人でね、うん、ちょっと何にするってトークテーマ考えたりするんですけども、うん、今回はね、夏美さんが単独でちょっと考えてくれた、うん、学生時代の思い出というテーマになります、うん、ちなみに夏美さん、なぜ学生時代の思い出をテーマに、されたんですか。はい、最近オリンピックっていうのがあって、うん、はい、オリンピック、うん、今はパラリンピックとかパラリンピックみたいなのがあって、はい、それで、うん、なんか仲間との絆とか、はいはいはい、友達同士のライバル対決とか、はいはいはい、なんかそういうのをちょっと感じてて、はい、パラリンピックの活躍する選手たちを見ててね、選手たちを見てて、うんうんうん、部活から始まったんだろうなみんなみたいな、あ、まあ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 、それでちょっと学生時代を振り返りたいなと思いまして、うん、はいはいはい、わかりました、はい、まあでもメンヘラジオですからね、うん、メンヘラさんが聞いてるかと思うんですけども、学生時代を暗黒で過ごした方も中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、いるかも、まあ、例えばね、学生時代の思い出って言っても楽しい思い出ばかりじゃ当然ないと、うん、まあ楽しかった思い出に加え、うん、まあ、悲しかったり辛かったりしたさ、うん、まあ、嫌だった思い出、うん、まあ、自分が一番記憶に残ってる、うん、忘れられない思い出だったり、あるいはやらかした出来事やね、うん、まあ、記憶に残っている同級生だったり先生のお話などがあればちょっとお聞かせ願えたらなというところで、うん、はい、今回のテーマにしたという形でよろしいでしょうか、はい、メールの方来てますか。残念ながらね、ちょっと告知というかトークテーマの募集が遅すぎた、遅すぎたということもあって、なのでまずつかみとして夏美さんの学生時代の思い出をちょっと聞かせてもらおうかな、うん、夏美の学生時代の思い出、はい、ね、どっちがいい、いい思い出と悪い思い出とどっちがいい。あ、じゃあ先に悪い思い出から消費しようかな。悪い思い出、はいはい、ね、うん、小学校の時にね、うん、クラスの男子にね、はいはいはい、っていうかクラスの女子と男子に通知表回された、うん、あー、中村夏美の成績こんなもんだぜみたいな。いや、さ、うん、通知表のさ裏にさ、その当時さ、今はあるかわからないけど、はい、身長体重座高とかありましたね、そういうのが書いてあったのよ、うん、でそれでなっちゃんの成績とか見せてっていう子がいて、はい、で、あ、じゃあその子にだけと思って、うん、ちょっとなんていうの、給食のエプロンのカーテンの影に隠れてさ、はい、うんうんうん、ちょっとその子にだけチラって見せたんだよ、はい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 、そしたらその子がなっ
つの体重を見て、うん、え、嘘って騒ぎ出しちゃったの。それで、うん、クラスがざわざわし始めて、うん、何何何ってなって、うん、通知表がクラスに回ったっていう。あの乙女のね、それこそお年頃の女の子の体重を暴露されたと、うん、要するに、うん、みんなのよりはるかに上だったのよ。夏海は小さい時から太ってたから、平均体重という部分で、ね、全然太ってたから、うんうんうん、男子よりも全然太ってたから、あ、もうね、それはちょっと心が、それがさ、うん、心がさバリンって割れた。あ、ちょっとトラウマっちゃトラウマだね。なんかやっぱりあの回し下痢したい、下痢、回し読みに合わせて回し下痢したいと。もうやっぱりその当時回した同級生の名前は覚えてたりするの、うん、怒りで。あ、覚えてるよ。そうだよね。覚えてるけど言わないけど、ある種のいじめではあるからね。いじめられた相手の名前ってどうしてもやっぱりいじめた相手かのな、うん、いじめられ、まあ、いじられたっていう感じかな、うん、私の場合、うん、ちょっとその時そういうのはやっぱり記憶にちょっとどうしても残っちゃうよね、うんうん、なのでね、もういじめ良くないですからね、本当にね、うん、いじめダメ、絶対、うん、これを聞いてるあの若い、新時代のメンヘラたちがいたら、うん、はい、いじめ良くない、良くない、うんうん、あのいつまでも恨まれるからね、うん、通知表回すのも良くない、はいはい、ちなみにいい思い出は、じゃあいい思い出はね、はい、ね、うん、クラスのね、うん、これは高校生の時なんだけど、はい、クラスから、うん、あの浮いてるグループに入ってたんだ。浮いてるグループっていうのはっていうと、なんかちょっと、うん、ミス・ミスターとかに選ばれるようなかわいい、かっこいいっていう、いわゆるイケイケグループみたいな。今だとリア充っていうグループ。そう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 、学年でも目立つイケイケグループ、文化祭でダンス踊っちゃうよみたいな、うんうんうん、イケイケグループじゃない、うん、で地味な、ちょっと地味な、うん、オタク気質の絵を描くとか、うんうんうん、ずっと絵を描いてるとか、はい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 、漫画の話をしてる、うんうん、アニメの話をしてるとか、うんうん、そういうグループにも属さない、うん、浮いてる子たちが何人かいて、うん、あー、なるほどなるほど。その中にはちょっと生粋の不良じゃないけど、うんうんうん、ちょっとバイク乗り回すやんちゃな子がいたりとか、うんうんうん、するその浮いてる子たちのちょっとなんかどこのグループからも身も属さず、うん、なんか言ったらちょっとだけなんかふわふわしてる子たちの、うん、敬遠されてるわけじゃないけど、うん、そうそうそう、うん、そういうわけではないんだけどね、はい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 、でそのグループでふわふわグループで、うん、休み時間に、うん、当時ね45分の休み時間ってのがあったのよ。ありましたね、45分の休み時間っていう。その休み時間に、うん、あのバレーボールを中庭でしてて、うんうん、それをいろんな学年の人たちが中庭だから真ん中にあって、うん、そのベランダから見て、うんうん、なんか揶揄されるんだけど、うちらはどういったことですか。名前でなんか、名前でなんていうの、なっちゃーんじゃないけど、うん、そののんちゃんじゃないけど、うん、言われたりするのね。なんかからかわい、からかいっていうのかな、からかいまでいかないかな。見てる人たちからってこと。見てる人たちから、男子からね、うん、言われたりして、うん、でそれは、あ、楽しい思い出では別になかった。嘘でしょ。あ、でも楽しかった、バレエは。バレエはね、うん、バレエは楽しくて、なんかチャチャ入れられてる状態はちょっとなんかぐさっとやりづらってなってたけど、そのバレエが楽しくて、はい、で今退学とかしちゃった子も、うん、そのグループに入ってたのよ当時。もう後に退学しちゃった子とかも仲良くしてさせてもらってて、うん、その子たちで、うん、あの体育の授業にダンスを踊る、はい、創作ダンスの時間っていうのがあってね。そうそうそう、そこでもやっぱり、うん、なんだ、もうスピードとかみんな踊ったりとかするんだよ、ダパンプみたいな、うん、そういうのをしてたんだよ、うん、でもうちらはちょっとちょっと頑張ってミニモニを踊りに入れつつ、うん、その一人バレリーナ、バレエを目指してる、バレリーナを目指してる女の子がいたんだけど、バレエを習ってる子がいたんだけど、うんうん、その子が真ん中でくるくるくるってターンをしながら、
曲に合わせて、うん、みんなで周りで腹筋をするっていう、うん、なんか意味わからないダンスを披露してて、うんうん、でもそれがとってもいい思い出。あ、本当、うん、なんか変わったことを楽しくみんなでやったなっていう。そう、みんなに笑われたのよ、うん、でも笑われたのがいい思い出。あ、そうなんだね、うん、みんなで、うんうんうん、っていうのがあったよ。まあいい思い出っちゃいい思い出かな。うんうん、でしょ。はい、ツイキャスの方はご意見来てますか。来てますよ。学生の時代の思い出とか。あのね、ちいさんがね、はい、鍋パーティーやりたいねっていうのとね、あ、冬の話のかな、うんうん、年末ね、でね、はい、もこもこセーターも山形で着てたよって。あ、似合いそうだもんね。それでさ、はい、あの多分これはさ、さっき言った悪い方の話の感想、はい、通知表回された件だはず、それは最悪だって来てて、うん、でうちはずっと中学生までジャニーズオタク、おう、そうなんだ、恋愛とかしてなかったな、初恋堂本剛って。ああ、ほんと、夏美さんも堂本剛大好きだったっていう話じゃなかった。ちいさん、ほんと夏美さんも堂本剛大好きで写真集持ってたよ。うん、うん、写真集持っててね、うん、水着のシーンがあるんですよ、うんうんうん、写真集を持ってたよ、うんうんうん、はい、じゃあそこら辺で話は終わっときましょう。はいはい、あ、もう他には来てないということですね。あ、はいはいはい、はいはいはい、以上ですとか言ってもらえれば、腹筋やるのは意味わからないねって来てる。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのはハロースリープウォーカーズで百鬼夜行、どうぞお聴きください。おい、百鬼夜行、うん、聞いたことある？あると思うけどね。開かない。はいはいはい、開けましょうか。片手じゃあ、うん、片手だったら開かなかった。ちいさん学生時代の思い出とかないの？それこそ、ちいさん学生時代何してた？それこそ部活何してたとか、あるいは、うん、それこそそのジャニーズオタクだったっていうことは、うん、あの周りの友達は知ってたのか、あるいはそんな、なんていうのか、同じ趣味のお友達がいて、うん、2人でキャッキャし、何名かでキャッキャしてたのかとかさ、うん、それか隠して過ごしてたのかな、過ごしてたのかとか。それこそ俺たちの時代だったらさ、なんか下敷きにさ、うん、あの明星とかのさ、うん、切れ端入れてからさ、うん、下敷きやってる人たちとかいたじゃん。いたね、うん、あの透明の下敷きよ、透明な下敷きね、うん、二重になってるやつでしょ、うん、いたね、うん、っていうかちいさんがね、うん、あのね、堂本剛好きなの今知ったけどって吹奏楽部ってよ。あ、そうなんだ。あ、なんか前言ってたような気がするな。隠してたって、堂本剛好きなの多分隠してたんだ。あ、そっかそっか、ジャニーズオタクを隠してたんだな。そうなんだ。あ、じゃあ友達は誰も知らなかったんだ、当時は。なんで隠してたんだろう。なんで隠してたの。どうもと、その当時に会ってたらね、どうもと剛の話でめっちゃ盛り上がれたね。今でも盛り上がれるんじゃないの。あ、そっか。そっか、どうもと剛かっこいいよね。そうね、うん、うん、癖というかね、あの、うん、やっぱり特徴のある歌声もしててね、歌い方だったり、うん、そう。でも歌も上手だよ。上手、すごい。エンドリチェリー、エンドリチェリー、エンドリケリー、エンドリケリー、どっちあれ。何何何、その歌を知らない。じゃあじゃあじゃあ歌じゃなくて、うん、堂本剛がソロでやってたじゃん。え、わかんない。え、堂本剛が好きだったを今すぐ撤回せ。堂本剛が好きだったを今すぐ撤回します。ね、あったよね、ちいさんね。ちいさんあれ来てる、ツイキャス来た、うん、なんかオタクってだけでハブられそうだし気持ち悪がられるやんって。わかるわかる、まあそれはね、当時はね、強い、特に強かったね。あ、そっか、当時は強かったか、うん、そうだよ、だってアニメ好きだって言ったらね、うん、気持ち悪いって言われてただろうし。へー、今はよっぽど ね、 そうね、今だからこそすごくアニメに対するなんていうのかな、人権というか、うん、アニケンな、アニケン、アニメ研究部みたいになってる、アニメ権利、そうそう、が
ある程度確立はされたけど、でも今はね、今もジャニオタってなんかね、うん、聞いたらやっぱりちょっとなんか怖いイメージはあるよね。ジャニオタってなんか危険思想を持ってる人みたいな印象もなくはない。なんかジャニオタ同士で争ったりするじゃん。あ、アイドル界隈はでもなんかね、あったりするのかな。あ、はい、あのどうしました、チラシ取りに。はい、中3の時に好きだった男の子が初めて家に遊びに来た時、うん、ドン引きされて、なんで高校生、それから高校生からはオタクはやめたと。なんで、本当に。うーん、まあ中3って言ったらね、多感な時期、男の子も多感な時期で、いろいろあるからね、なんかそういうのを、いやーなんか認められないっていうさ、理想が強いのは男の子かもね。経験が、経験が浅いからっていうのもあると思うよ。うん、ケンタさんだったら別に、なんていうのかな、 今だったらよ、今のケンタさんだったら、うん、結構終わったよ、いろいろあるんだなっていうのは。あ、じゃあすいません。はい、お届けいたしましたのは、はい、改めてハロースリープウォーカーズで百鬼夜行でした、うん。はい、はい、こちら、iOS Android 用ゲームアプリブリーチブレイブソウルズのテーマソングとなってまして、うん、あのブリーチってわかる、黒崎一郎ジャンプとかでやってたやつ、死神のやつ。そうです、そうです、そうです。夏曲黒だよ、死神っぽい、はい、その、ブリーチブレイブソウルのアプリは2015年にリリースされて、うん、今年の4月時点で全世界で9000万ダウンロードを突破している。もう約10年ぐらい、そうだよね、人気のアプリとなってるそうです。ブリーチって結構前だよね。はい、では、メンヘラ町エンディングに行きたいと思います。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングでございます。はい、はい、本日は学生時代の思い出をテーマに、はい、トークしましたけれども、はい、まあ、夏美さんのね、の話でちょっと盛り上がったりね。あ、はい、G さんはね、堂本剛さんが、好きだったと、いわゆるジャニオタだったと、うん、暴露していただきましたけど、ありがとうございます、暴露、はい、なんていうのかな、楽曲紹介中にもねちょっとお話しさせてもらってたんですけど、うん、ちょうどねツイキャスで収録もしてるからね、うん、生放送ということで、うん、生配信でね会話もさせてもらってたんですけど、やっぱり当時はね、うん、ジャニオタっていうのを隠して、過ごしてたんだね。好きだった男の子にドン引きされてからそれで卒業したみたいなこともおっしゃってましたけれども、うん、部屋がジャニーズだらけ、壁にポスターだらけって書いてあるそうだったんだ。でもそんな、それ言ったらね、俺はあの鈴木亜美のポスターとか貼ってたよ。鈴木亜美ビートギャザーか。そうそうそう、鈴木亜美のポスターとラルク・アンシエルのポスターを貼ってた。ラルク・アンシエルが思いつかなかった、うん、ラルクです、ラルク、うん、わかるわかる、かわいたーさかわいたーそうそうそう、鈴木亜美懐かしいなって、うん、まあ、で学生時代の思い出ということで、ケンタさんの学生時代の思い出って言ったらね、はい、うん、やっぱりケンタさんはね少年野球、小学生の頃からずっとね、うん、高校1年になるまで野球やってたので、うん、やっぱり部活動の思い出がすごく強い、強いですね、うん、言ったらもう小学校3年生から中学校3年生の約6年間か、うん、6年間、まあ、7年ぐらいかな、7年弱は、うん、もう部活に人生を捧げたと言っても過言ではないぐらい。丸坊、丸坊、もちろん丸坊主でね野球もしてましたし、ピッチャーだったんでね、うん、2番手のピッチャーだったんですけど、エースではなくてね、夏季大会っていうんですか、中学校の、うん、中大連って言ったらいいのかな、うんうん、聞いたことある。その時は2番手ながらにすごく活躍もさせてもらって、へー、はい、保健室の先生が僕のファンになってくれました。何それ、なんだそれ、かっこよかったよって言って、めっちゃ写真撮っちゃったって言って、後から、はい、あ、それ保健室に出ようってやれんかった、大きい写真作ってからさ、うん、俺が投げてる写真をデスクに飾ってくれてた、すごい
すごいじゃん。引き伸ばしてから。すごいじゃん。同じやつもう一枚もらってからさ。それにドン引きはしなかったの？あ、ありがとうって。仲良かったから嬉しかった。ああ、そうなんだ、そうなんだ。うん、ああ、先生もいい思い出だろうね。はい、はい、そういうのがありましたよ。よかったよかった。嫌な思い出もね、まあ当然もちろんあるんですけれどね。うん、嫌な思い出はもう、高校の頃の野球部の先輩、今聞いたら俺まだ恨んでますからね。うん、怖い。こいつ怖い。そこちょっとメンヘラ的ですけれども。メンヘラ的で、はい、出てしまった。正直は、ね、なんかやっぱり怒りはまだあるんでね。そうなんだ。はい、ありますあります。はい、なのでそういう意味でもいじめは良くないよと、なんか誰かをねいじめてる人がいるんであればね、いじめられた側というかね、なんか本当に嫌な思いをされた側は一生そいつの顔を覚えてるからね。うん、覚えてる、うん。されたこともね忘れられないし。あの時の教室の空気とか。うん、覚えてる匂いとか、はい、はい、ではメンヘラジオここいらでお開きになります。はい、今日も元気に病気中中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。